ジョン・ケージ、ジョン・ミルトン・ケージ・ジュニア、ジョン・ミルトン・ケージ・ジュニア、1912年9月5日から1992年8月12日は、アメリカ合衆国出身の音楽家、作曲家、詩人、思想家、キノコ研究家、実験音楽家として、前衛芸術全体に影響を与えている。独特の音楽論や表現によって、音楽の定義を広げた。沈黙をも含めた。 様々な素材を作品や演奏に用いており、代表的な作品に4分33秒がある。カリフォルニア州のロサンゼルスに生まれる。父のジョン・ミルトン・ケージシニアは発明家で、母方のおばとおじには音楽家がいる。父は1912年に潜水艦を建造して、当時の世界記録を更新したが、ガソリンエンジンがあったため兵器には採用されなかった。ケージは、 家族の転居によって多くの学校に通い、サンタモニカでピアノを習い始める。ロサンゼルスのハイスクールを優秀な成績で卒業し、野に入学するが、学業に興味を失い等の計画を立てる。1930年にパリで建築家、エルノ・ゴールド・フィンガーに建築を学んだ後、マジョルカで初めて作曲を行うが、当時の作品は現存していない。31年に、 アメリカに戻り、ピアニストのに頼み込んで音楽を学ぶ。後にヘンリー・カウエルの紹介で、アルノルト・シェーンベルクに指示し、1934年から1937年にかけて、南カリフォルニア大学のエーンベルクのクラスで学んだ。1933年から、現存する最初の作品を作る。1937年の文章、音楽のミライクレイド、サイレンス書集では、 電気楽器の可能性、ノイズの重視、実験的音楽センターなどのアイディアを述べている。初期の作品は、シェーンベルクの音楽を継承するかのような、音列処理やリズム処理のある作品が多数を占める。1930年代のクラリネットのためのソナタやピアノのためのメタモル法シ、今や打楽器のレパートリーである。 打楽器合奏のための第一から第3までのコンストラクションがこれにあたる。校舎では、ウォーターゴングなどの新しい奏法の発想が目を出し始めている。1940年に、グランドピアノの弦に、異物、ゴム、木片、ボルトなどを挟んで音色を打楽器的なものに変化させた、プリペアドピアノを考案し、バッカナルで初めてこの楽器を用いる。 この頃からアイディアが最優先する発明作品が増え、今にあるすべての物体を叩いて音楽を作る、今の音楽、ピアノの蓋を閉めて声楽を伴奏する、18回目の春を迎えた陽気な未亡人など作曲した。1942年にマックス・エルンツとの招きでニューヨークに出て画家たちと信仰を持ち、1944年、後に、 生涯のパートナーとなるマースカニンガムとの最初のジョイントリサイタルを行う。45年からの2年間、コロンビア大学で鈴木大説にゼロ2年間学び、東洋思想への関心も深める。1948年にはノースカロライナ州ので教鞭を取り、同じく教師であったバックミンスター・フラーや、生徒のロバート・ラウシェンバーグと交友を持つ。この時期の代表作である。 プリペアドピアノのためのソナタとインターリュード。1946年から1948年は、ピエール・ブーレイズから賞賛され、彼との手紙のやりとりが始まる。後に偶然性の音楽のあり方をめぐって決裂。1951年、ハーバード大学で無教室を体験する。刑事は、無教室に入った時に、体内からの音を聞き、沈黙を作ろうとしてもできないこと。 自分が死ぬまで音は鳴り、死後も鳴り続けるだろうと考えた。この体験は作風に大きな影響を与える。1954年に、で、金類学の勉強を始める。1950年代初頭には、中国の駅などを用いて、作曲過程に偶然性が関わる、チャンスオペレーションを始め、貨幣を投げて、音を決めた、駅の音楽、1951年などを作曲。 演奏や聴取の過程に偶然性が関与する不確定性の音楽へと進む。やがて、それまでの西洋音楽の価値観を覆す、偶然性の音楽を創始し、演奏者が通常の意味での演奏行為を行わない4分33秒1952などを生み出した。刑事の作品で最も有名なものの一つである4分33秒は、 曲の演奏時間である4分33秒の間、演奏者が全く楽器を弾かず、最後まで沈黙を通すものであるが、それはコンサート会場が一種の権力となっている現状に、対しての意義申し立てであると同時に、観客自身が発する音、ホールの内外から聞こえる音などに、聴衆の意識を向けさせる意図があったが、 単なるふざけた振る舞いとみなすもの、逆に画期的な音楽と評するものの間に論争を巻き起こした。この時期には芸術運動の古さ師とも関わりを持っている。同じ頃には任意の42枚のレコードをテープに録音した心臓風景第5番も現れた。このほか、ラジオを楽器に見立てて構成したラジオミュージック1958年。 声楽の可能性を大幅に拡張し、ルチアーノ・ベリオのセクエン・ツァイー・やディーター・シュネーベルの合唱曲、アンに影響を与えた、アリア、独創的な図形楽譜の集合体である、ピアノとキストラのためのコンサートなどがある。1960年代には、プラスチック板を自由に組み合わせて、楽譜を作り演奏する不確定性音楽のカートリッジ・ミュージック。1960年。 0分00秒、1962年、チェンバロを録音して編調し、さらに生のチェンバロと合わせる HPSCHD、1969年などを発表し、著書、サイレンスを出版した。1962年には来日公演を果たしている。1963年、ニューヨークにてエリック・サティのベクサシオンを上演する。世界で、 初めてサティの指示通りに840回の反復を行い、演奏は18時間にわたった。また、サティのソクラテスから派生したピアノ曲、チープイミテーション、1969年を作曲している。この作品はソクラテスのリズムだけを残し、音高をチャンスオペレーションに基づいて新たに作曲したものである。この頃には、日本やヨーロッパからの移植が増える。 エチュード・オーストラルズ、1975年は、南天宮の星座図をもとに作曲されており、リズム、調整を無視し残響で表現をした。ジェームズ・ジョイスのフィネガンズ・ウェイクに基づく、ラジオ劇、ロアラトリオは、刑事の集大成的な作品であり、フィネガンズ・ウェイクに登場する場所で偶然に録音された、音小説の中で研究されている音、アイルランドの伝統音楽、 小説から構成されたメソティクスを朗読する刑事の声が重ねられてゆく。80年代のオペラ作品、ユーロペラ IV は過去のオペラのアリアがチャンスオペレーションの手法でコラージュされる。その他、日本との思想的、精神的関わりが強調されたハイカイアイとイーヤ、レンが様々な奏者によって演奏される、両暗示、史上最長の演奏時間で知られ、 ドイツのハルバーシュタットで機械による演奏が続いている、オルガン曲、オーガンに、アスルスプ、1987などがあるが、アスルスプは、エーススローエースポッシブル。できるだけ遅くの意味であり、ブキャルディの廃墟会にて、2000年から2639年にかけて演奏される予定になっているが、全く効かない方法もある。晩年は、と呼ばれる題目が、 数字だけの作品が増える。ナンバーピースに属する作品は、タイトルの数字が楽器、または演奏者の数、パート譜の数を示し、その右肩の小数字が、その数のために書かれた何番目の作品なのかを示している。ピアノのための1などの独奏曲から、7や8などのアンサンブル曲、101や103、108などの巨大編成のオーケストラ曲まで、 様々な作品が書かれた。中には、一人のカメラマンのための111一種の映像作品。この作品は、103との同時演奏が可能。つまり、103は映像作品、ワン1 1の一種のライブサウンドトラックであるのような特殊な作品、ショーのために書かれた作品もある。1989年には、日本の稲森財団により、京都賞を思想。 芸術部門を授けられている。晩年には、チャンスオペレーションを用いた展覧会、ローリー・ホーリー・オーバーサーカスを構想していたが、1992年8月12日、脳一血のために、ニューヨークで死去した。79歳没。この展覧会は、死後の1993年に実現し、日本では94年から95年にかけて、ミト芸術館で開催された。 当初、ケ事ジは、自らの音楽が、実験音楽と呼ばれることに意義を唱えた。いかなる実験も、作品が完成する前に行われていると考えた、ためである。しかし、後には、結果を予知できない行為を、実験的と表現し、自身が特に興味を覚え、系統するすべての音楽を、実験音楽と呼ぶようになった。ケ事ジは、キノコの研究家として、 1962年には、ニューヨーク菌類学会の創立に関わった。キノコを好む理由の一つは、辞書でミュージックの一つ前が、マッシュルームだったからだと言われている。刑事は、キノコから創作や思想の着想を得ており、自らの音楽論とキノコの関係について語り、キノコの生態が出す音について想像し、エリック・サティの音楽をキノコに例えた。 キノコの魅力として組み尽くしがたい点を挙げ、知れば知るほど識別する自信が薄れると語った。普段は火を通していた毒キノコを散歩で見つけて食べ、中毒を起こしたことがある。刑事は、キノコを麻薬として使おうと思ったことはないかと質問されたとき、麻薬には興味がなく一度も思ったことがないと答えた。また、キノコの性が多様であることから、人間の私有の概念は、 本来は複雑な状態を単純化したものではないかと考え、性の多様化を提唱した。1958年のイタリア滞在の際は、テレビのクイズ番組、一か八か、に出演。金類学について回答し、賞金と最も好感を与える競争者賞を得た。三宅春菜はニューヨークの刑事の家へ行った時に、真っ黒なキノコのシチュを振る舞われている。 有用性、ユーティリティに基づく独自の思想を展開し、所有や生産性の代わりに有用性を重視して生活することを提唱した。自らをアナーキストだとみなし、政治とは支配することであり、政治、政府、官僚主義を不要だと語った。影響を受けた思想家として、フラー、鈴木大説、マーシャル・マクルーハン、ヘンリー・レイビッド・ソロー、ノーマン・ブラウン、 マイスターエックハルト、創始などを挙げている。刑事は、自身の思想について、書籍、ジョン・ケージ小鳥たちのためにで詳しく述べている。ちなみにこの曲目は、全く聞かないやり方がある。当該のオルガンの音色を聞かないこと。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。